ゲームセンターにあるゲームをアメリカではアーケードゲームと呼んでいます。このアーケードゲームを研究している田尻君のたくさんのコレクションからいくつか珍しいゲームをご紹介しましょう。どうも、田尻です。アーケードゲームというのは、流行らないとすぐにゲームセンターから姿を消してしまいます。それらのゲームたちは、ストックされずにどんどんスクラップにされ、残されるものはほとんどありません。私は好きなゲームがこの世から消えてしまわないように、個人的に長年にわたってコレクションを続けてきました。それではこれから僕のゲームコレクションの一部をご紹介しましょう。まずはじめは、台東社が1985年に制作したリターン・オブ・インベーダーです。迫り来るインベーダーの群れをビーム砲で撃ち落とすゲームです。1979年空前のブームとなったスペース・インベーダーをリメイクしたもので、オリジナルのインベーダーゲームほどの人気は出ませんでしたが、ビームでインベーダーを撃ちまくれる快感はこちらの方が上ではないでしょうか。アーケードゲームは決してそれぞれのゲームのために一つ一つテーブルを用意しなければならないわけではありません。基板とインターフェースを整えてやれば、一つのテーブルでいろいろなゲームをプレイすることができます。他のゲームで遊びたくなった時はファミコンのカートリッジを差し替えるように基板を取り替えてやればすぐゲームが変わります。次はこのゲームで遊んでみましょう。まず蓋を開けて電源を切ります。そして入っている基板を取り出します。そして取り替えてあげれば、この通り。次に紹介するのはコナミが1984年に作った新入社員トールくんです。トールくんはミスちゃんとデートの約束をしているのに、上司の悪山課長は残業しろと言って返してくれません。ヘッドバットで邪魔をする悪山課長たちを倒してデート行きましょう。こんな非常にヘンテコなシナリオのゲームですが、 BGM にはビートルズの曲が使われています。トール君は
ミキちゃんとのデートに行くことができました。次に紹介するゲームはユニバーサルのミスター・ズーです。画面のサクランボを食べながらモンスターを退治するゲームで、ゲームの主人公は本来可愛いピエロなのですが、今お見せしている画面では真っ白な雪だるまになっています。これはゲームセンターではほとんど登場しなかった試作段階のものです。主人公がモンスターに触れた時のやられ方がとてもショッキングです。ミスター・ドゥは多くのファンを生みヒット作品となりました。そこで登場したのが続編のミスター・ドゥ VS ユニコーンです。今度は前作とは全くタイプの違うハンマーで床を叩き落としてユニコーンを退治するというゲームになりました。シリーズの第3弾はミスター・ドゥーズ・ワイルドライド。なんと今度はドゥーがジェットコースターに挑戦します。しかしコースターに乗って楽しむのではなく、突っ込んでくるコースターを避けながらゴールまで進むゲームなのです。ミスをしてコースターに跳ねられるとドゥーが画面中を飛び回ります。これはシリーズ第1弾のミスター・ドゥーのやられ方に通じるところがあります。シリーズの最後第4弾のドゥーランランはゲームセンターではほとんど見られませんでした。幻のテレビゲームです。ドゥーがドットを食べながらモンスターを退治するゲームで、シリーズ第1弾のミスター・ドゥーに近い形に戻ったと言えるでしょう。ドゥーがモンスターに触れたときは感電して骨になります。最後は私の一番好きなテレビゲームを紹介しましょう。1980年アメリカのアタリ社が制作したミサイルコマンドです。空から降ってくる ICBM を味方基地のミサイルで迎撃して都市を守ります。トラックボールとボタンで操作する難しいゲームですが、シンプルな作りで熱くなれる私の一番好きなテレビゲームです。
がでしたか？僕たちゲーセン野郎プラスワン。どうも田尻です。今回はゲーセン野郎プラスワンということで、いつものコーナーの後もう一つファミコンソフトを紹介します。まず最初は台東のバリバリのシューティング大旋風です。このゲームは台東のタイガーヘリ、飛翔ザメ、究極タイガー、達人といった一連のパワーアップ型シューティングゲームの新作です。ルールは極めて簡単です。画面に出てくる敵キャラクターをひたすら撃ちまくってください。オレンジ色のキャラクターを倒すと P の字のアイテムが出現します。取るとプレイヤーの弾がパワーアップします。難しくてピンチに陥ったら B ボタンを押しましょう。ヘルパーと呼ばれる味方の戦闘機が6機現れ、一緒に攻撃してくれます。ヘルパーは敵の弾に当たると墜落してしまいます。彼らはその時敵に向かって特攻していきます。キャラクターはとても硬くて、何十発何百発も撃たないと倒せません。Bボタンを2回続けて押すと、プレイヤーはボンバーミサイルを発射して、敵キャラクターに大きなダメージを与えることができます。いやー、とても難しいゲームです、これは。しかし、実にやりごたえがありますよ。6月中旬登場予定、台東。次は僕の企画したファミコンソフトを紹介します。ナムコから6月下旬発売されるクインティです。僕はこのゲームを誰でも遊べる単純なアクションゲームとして作りました。マップ画面の8つの人形の家から好きな家を1つ選んでプレイ開始です。パネルをめくって敵キャラクターの足元をすくってください。壁にぶつけて全部やっつければ面クリアになります。床下には様々な特殊パネルが隠れています。ボーナスステージへ行くチャンスもあります。スターをたくさん集めればカートンがスピードアップ、そしてワンナップする特典があります。デブッチョのプランプ、マネッコミミー、床に絵を描くアーティスト、そして床を泳ぐスイマーなど、個性的でユニークな動きをするキャラクターが次々と登場します。もちろん2人同時プレイもできます。たくさんのプレイテクニックを盛り込んだクインティ、期待しててください。6月27日ナムコより発売予定。どうも田尻です。今日は選手のキャラクターがとっても可愛い球界道中記を紹介しましょう。球界道中記は世界各国の球場で試合ができる壮大な野球ゲームです。選べる球団の数はなんと7カ国36球団。選手の人数は576人。気が遠くなるほど多いですね。
は全部で11球場あって、ドーム球場やツルツル滑る氷の球場などが用意されています。ではゲーセン野郎が送る球界道中記、怒涛のホームランシーンをご覧ください。打った、これはでかいぞ。おお、伸びる伸びる。これはすごすぎるぞ。ズバリホームランでしょう。球場とチームの数がとっても多いので、プレイヤーを飽きさせませんね。皆さんも一度プレイしてみてください。僕たちゲーセン野郎スペシャル AOU 特報。どうも、田尻です。今回は AOU 賞に出展された新ハードネオジオの5つのゲーム、そして体感レーシングゲーム WGP 戦争アクション戦場の狼2を紹介しましょう。 SNK から業務用並みのゲームが手軽に楽しめる新たなハードが登場しました。その名もネオジオ。拡大縮小機能に加え PCM 音源を使ったサンプリングのサウンドも聞き逃せません。このシステムはレンタルを中心に展開していく予定になっています。またゲームの状況はメモリーカードに記録できるので、ロールプレイングゲームなどの時間のかかるゲームも登場する予定です。ではネオジオと同時発売の5つのゲームを紹介しましょう。戦闘アクションゲーム、ナム1975。バルカン砲やミサイルランチャーなどの強力な武器を使って敵を倒していきます。SNK より4月26日発売予定。マジシャンロード。主人公エルタは精霊の力を借りて、忍びやドラゴンウォーリアーなどのそれぞれ攻撃方法の違う6種類の姿に変身して戦います。4月26日発売予定。ベースボールスターズプロフェッショナル。16球団の個性あふれるプロフェッショナルたちが大容量ならではの綺麗な画面でビッグプレイを展開してゲームを盛り上げます。The crowd is going crazy, and as he rounds the bases, he loves to egg that crowd on, and proud he should be. 4月26日発売予定。トッププレイヤーズゴルフ。4人のプレイヤーの中から1人をセレクトしてゲームスタートです。ラフやグリーンの芝、バンカーなど、どれもがリアルなグラフィックです。また拡大縮小を効果的に使ってあり、プレイヤーを飽きさせません。4月26日発売予定。百戦錬磨の相手との緊迫した勝負、麻雀強烈連。
各都市で出会う美しい女性とのドラマや歌手の君優子と野中二郎が歌う主題歌にも注目です。4月26日発売予定。さてネオジオの次は新作ゲーム2本の紹介です。まず最初は台東のバイクレースゲーム WGP。 ゲームは3周のスプリントレースで行われます。自分のマシンがスタートフィニッシュラインを通過した時点で自分の順位がリミットポジションより下だとゲームオーバーになります。ラップごとにリミットポジションはスタートフィニッシュラインでチェックされているので、一度順位が落ちてしまってもその周回内に頑張って順位を上げればゲームは続けられます。より大好評活躍中。次はカプコンの戦争アクションシューティング戦場の狼2です。前作の戦場の狼は2人交互プレイでしたが、今度の戦場の狼2ではなんと3人同時プレイが可能になりました。ジープやボート、戦車に乗って進撃したり、画面上の全ての敵にダメージを与える新兵器、メガクラッシュも加わり、よりダイナミックな展開を楽しめます。より4月登場予定。僕たちゲーセン野郎、
パジリです。今日はナムコの通信機能搭載ラフオードレーシングダートフォックスを紹介しましょう。シグナルが点灯したらレーススタートです。このゲームは通信機能を搭載しています。一人で楽しむこともできますが、やはり友達を誘って大勢で遊んでほしいですね。紫色のマシンはコンピューターが操作しています。ぶつからないようにしましょう。川の中はスピードに乗っていれば全開で抜けられますよ。ギアには3段階あります。急カーブではスピードに合わせてギアダウンするといいでしょう。雪道、スリップしてなかなかマシンの操作がうまくいきません。コツはハンドルを早め早めに切ることです。ステージは全部で6コースあります。6コース全てをクリアするとゴールインとなります。見事1位になるとこんな素晴らしい祝福を受けられます。いやー、みんなで遊べるこのゲーム、スピードとアクションでダートトライアルの醍醐味を十分に楽しめます。皆さんもぜひ友達と一緒に遊んでみてください。はい、あお、なんだかすげーね。バーじゃん、バーってのはね、まあ、ちょっと変わったゲームであるさ、うん、まあ、こういったわけでね、ラインナップの方が一通り終わるわけだが、さてここではスペシャルゲスト、あのスーパーファミコンのソフトもかけて制作しているという噂のある、あのゲームデザイナー田尻さとし、本日登場でござる。それでは田尻さんどうぞ。どうも田尻です。最近の僕は新作ゲームを同時にいくつも制作していまして、大変忙しい日々を送っています。さて今日はあのゲームセンターと家庭用として非常に注目されているニューマシンネオジオの新作ソフトを2本紹介しましょう。ライディングヒーローと忍者コンバットの2本です。まずライディングヒーロー、これには最新技術の立体音響システムスフェロシンフォニーが搭載されてまして、なかなか臨場感あるサウンドが聞けます。流れとしましてはアドベンチャータイプのゲームも少し混ざっています。街の人と話をしたりレースをしたりしてゲームは、どんどん進行していきます。ただレースの本体の方は少し単純かなっていう感じがしますね。続いてはアクションゲームの忍者コンバット。業務用ゲームやスーパーファミコンなどで最近注目を集めている画面の拡大縮小機能がうまく使われています。この地下鉄のシーンなどはすごくそのいい例だと思います。迫力はあります。ただ僕はこのゲームに関してはゲーム性がちょっと大味かなっていう感じがするんですね。まあただ何も考えずわーわー騒ぎながら遊ぶ、そういうストレス発散型のゲームの典型と言えるんじゃないでしょうか。はい、さて田尻さん、いよいよ今年の11月下旬にあのスーパーファミコンが発売されますが、業界仕様通の田尻さんですけどどうですか。いやもうね、ラインナップがマリオでしょ、ゼルダの続編でしょ、もう何十タイトルも今から分かってて、ね、なるほど、これだけでソフト充実してますから、もう買いの一言、買いの一言なんですもんね、はい、まあ、買って失敗したら文句言ってんから、ね、なんか噂によると
あなたもゲームを作っているということです。実はですね、はい、謎の外人マーク・フリントというプログラマーと一緒にですね、実は新作を作っているんです。マーク・フリントといえばあのフリッパーとかを開発した、そう、あの謎の外人、パソコンゲームでは有名な人なんです。なるほど、有名な人。ねえ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 、そのねゲームのタイトルを教えてくれる？急にこだわりになるんだよ。タイトルはジェリービーンという、ジェリービーン、ジェリービーンおかしい、と思うでしょ、実はですね、まあ、ちょっとだけ内容を話すると、スライム、スライムをジェリービーンって呼んで、なるほど、スライムが主人公のゲームなんですよ、実は。主人公なの？ええ、なくなったね、スライム。ニョンプニョンとしたものはですね、なんかプニョン。ジャンルは、ジャンルはアクションゲームですよ、アクションゲーム。そのプニョンプニョンしたものは画面中を自在に動き回る。儲かったらお年玉ちょうだい。子供になるなんつうの。ピン様はね、もうちょっと暑さのためにやられてるけどね。はい、というわけで今回の新作レビューのコーナーは、田尻さんにお越しいただいて、まあ、スーパーファミコンのこととか、お話しいただきましたけれども、またね、次回もね、さまざまなゲストをお呼びしてですね、我々4人がバッサリとゲームを切ると考えておりますので、それでは皆さんまた次回まで。さようなら。